日は2回目の宇部山周辺を歩きたいと思います。また、南尾根からですね、 B キャンプ場から入っていきます。南尾根遊歩道登り口、ここから上がっていきます。最初はつづら折れの急登は続くんですよね、確か。さあさあ行きましょう。今日は天気良さそうだな。少し今ガスってますけど、いい感じですわ。この辺りからだんだん足場が岩場になってきますね。雨濡れてるとちょっと危ないかもしれませんけど、今日は全然濡れてないんで滑りません。よいしょ。すごい休暇してます。こっちの岩の上を通った方が安全ですね。よいしょ。登りは本当まだまだ6分の1ぐらい。今日はもうちょっと無理せずストックを出しました。いやー天気いいね。一旦置いてきます。こっちが三瀬明神山で、こちらが蓬莱山ですね。この岩の尾根を上がっていきます。ただいまちょっと休憩中。ああ面白いよねこのルートは。果てしないね。天気は最高。暑いぐらいだ。また T シャツ1枚になりそうだな。
よいしょ。おっと。東屋見っけ。また休憩しよう。休憩しながら行きます。心もとない東屋だなこれ。まだまだです。東屋で小休憩しまして、嬉山方面に向かいます。今日ちょっと嬉山に登るかは決めてないんですけどね。今日の目標は北尾根を通ることなんで、嬉山も行かず、上郎岩も行かず、この嬉山近辺のハイキングで終わるのかもしれませんね今日は。まあちょっとまだ先が長いんでどうなるかわからないんですけど、ちょっとこの辺はなだらかでしたかね。よし、ここは斜めってるところですよね。斜めの岩を登って歩いていきます。いやいいよね。わ、360度ビューです。よし、ここは K440 です。左の小さい方が嬉山なのかな、こっちの右の方が嬉山のような気がするんだけど、まあでもまだまだだね。頑張ろう。いやー、快晴だなこれ。よいしょ。ここが結構急勾配なんだよね。どうやら写真じゃわからないよね。よし、頑張ろう。よいしょ。下りの時に限ってこんな冷たい風が吹いて、あ、そういうのはちょっと来た方がいいか。ちょっとこういうの、あ、急に寒くなってきましたね。よいしょ。やっと北尾根の分岐に来ました。こちらに行くと北尾根で、嬉山はあと1キロここを登っていきます。
だがしかし今日はもう上山は行きません。北尾根を通って上楼岩の方に向かいます。こっちですね。行きます。北尾根はアップダウンが結構激しくて、本当は上楼岩の方から通ってこようと思ったんだけど、結構見客の人でもきつそうなこと言っていたんでやめました。こちらの西尾根から北尾根を通って東尾根に向かいます。よいしょ。これも起伏が激しいですね。ただ東から西に向かってる方は基本下りなんで、そんなに大変ではないですけど、これ上楼岩の方から上山の方に来ると相当だな。今日は混んでよかった。滝尾根方面はこちらですね。下石の滝、亀石の滝はこちらに行きます。で、北尾根はこのままずっとまだまだ行きますね。いやー、これ登っていくのきついだろうな。もう若い人が2人登ってきましたけど、ないわ。ちょっと北尾根を右から左はきついな。やだな、登るのかな。よいしょ。やっぱ登り返しがあるんだ。やっぱりよかったですね。登りますね。結局北をね降りた分また登るんだね。登り返しがあるんだね、やっぱりね。上楼岩は低いところにあるかと思ったんだけど、そうでもなかった。いや、上りが続きます。さっき下った分上りよ。くっそ、光が見えてきました。あ、屋根がある。もしかしてボロボロだっていう展望台かな。あ、北尾根展望台ボロい。あ、でも立ってるな、ちゃんと立ってる。展望もうちょっと前を伐採するとねいいんだけど。ああ、ちょっとここで休憩するかな。北尾根展望台でラーメンを食べてたんですけど、雨が結構降ってきちゃいました。またかよ、食事をすると雨が降るな。向こうは青空なんで、まあ一時のことだと思うんだけど。ああ、この展望台すごく役に立ちました。この後に来た女の子たちが向こうで食べてるんですけど、かわいそうなことしちゃったな。これ一人しか座れないもんね。
まあ、ちょっとここで止むのを待ちましょう。とりあえず雨が止みそうにないんで、もうパッパ来てスタートしよう。もっと降ってくるようならもう分岐で降りていこう。展望台助かりました。ありがとう。雨は止んだのかな。あの北尾根のところがスポット的に降ってたのか。あ、でも風は冷たいです。結構今登ってきたんですけど、またすごい下るな。また登らされんだろうな。なかなか北尾根は大変ですね。よいしょ。結構北尾根も綺麗な登山道がありますね。あ、また雨降ってきた。 K280。 あ、向こうは晴れてるんだよね。あ、また風がすごい吹いてきた。すごいね。あ、やばいな。雨はいかんな。結構老朽化してますね、こちらも。こちらは罠なのか。よいしょ。日が出てきた。そして下ってくると最後の分岐ですね。これは多分ここ降りてくとシュートンサーでも下の林道に降ります。一気にこれは嫌なので、上路岩の方に向かって、東尾根、尺投げ尾根を降りていきたいと思います。あ、すごい天気。上路岩の分岐からシュートン沢行くまでこんなに下っとったかな。登ってくると結構大変だな。もう分かりにくい上路岩の分岐。看板何もないですね、未だに。一応マークはあります。でも今日はまだ1時だけど、やめよう。また来ます。今日は東尾根、尺投げ尾根を快晴の中降りたいんで、あとお風呂も3時までなんですよね。間に合うかな。上路岩さん、また来ます。北尾根から東尾根ね、東尾根尺投げ尾根を通って
帰りますね。百条にはぐらい寄れるかな。よいしょ。うわ、滑るな。百条岩の入り口がこれかな。それっぽいね。あ、ショック。違うかな。いや、いや、すごいな。道があるんだ。行くぞ。あったあった。ああ、なるほど。なんか正しい入り口があったんですかね。全然僕違うとこ行ってます。もうちょっと上がった時にあのな、通行止めみたいな、なんか、はいはいはい、バッテンみたいなマークがあって、はい、そこからここの、あ、本当ですか、はい、よかった、死ぬかと思った。ちょっと心配してたんです。ガサガサしてくる、大丈夫かな。もう帰ろうと思ったら道があったもんだ。あ、よかったです。ちょっと危なかったです、すいません。百条岩の入り口はここですね。ここを入っていけば簡単に行けます。僕もうちょっと下から入っちゃったんだよね。もうまたわけのわからんとこ行っちゃった。で、そのまま降りていくかと思ったけど、また登ってきて東尾根復帰です。東尾根尺投げ尾根で帰ります。で、すごい風が飛んでく。いやすごいな。あれ、また降ってくるのかな。あ、やばいやばい、飛ばされる。あ、すごい風。ちょっと帽子をまでくくりました。いや、それ寒いね。いや、あのまま降りてきゃよかったかな。どうしような、この尺の尺尺投げ尾根通ってくる場合、まあ、下、基本下りだからそんなには時間かかるんだろうな。あれ、晴れてきた、いいんだよ。よし、雨が降ってますね。天気雨ですね。
日差しは最高。東をね、こんなん帰りに登るとは思わなかった。雨がひどくなってきましたね。今登った分急降下だな。もうちょっと登るの勘弁してほしいよ。やばいな雨も。よいしょよいしょ。うわーすごい濡れてきた。やばよいしょ。急ぐぞ。くっそ、また登りだよ。こんなに前来た時下りあったかな。ていうかもう雨も本降りになってきましたね。いや最悪。これ下は雨降ってないのかな。開けてーの。なんかここ降りてくんだけどまた登る気がするな。いやーしまったな。ここまで来るともうエスケープする道がない。あれね、写真撮ったとこね。と最後の分岐だと思います。うわこのキャンプ場に行けばいいのかな。キャンプ場ロッジに降りていけばだね。こっちがキャンプ場ロッジ、こっちがシャクナゲ尾根ですね。向こうもエスケープできそうな気がするんだけど、まあ、ちょっとこの状態で通ったことない道は怖いんで、通ったことあるシャクナゲ尾根を降りていきます。最後の尾根、シャクナゲ尾根を降りています。あと1時間ぐらいで降りれるかな。それぐらいだろうな。お懐かしいね、この心もとない橋。でもすごいよく持ってるよ。岩の上か。これ気をつけんとちょっと雨で滑るといけないな。よし。最善の注意を持っていきます。そうか、これ降りていかなきゃいけないで、危ないね。登るのがまだいいね。おお。よいしょ。おお、滑る滑る。橋もすごい。この橋は通るよりはこっちの岩場の方がいいよね。安全です。よし、もう下りだろ。
構これ大変な通路降りな上り坂だったけど、下りでも大変かな。よし、降りてきます。キャンプ場のビーチですね。尺投げ尾根、東尾根、ここを上路岩行くには登ってきます。今日は降りてきました。あ、お疲れさん。あとは駐車場までだ。よし、到着。お疲れ様でした。やっぱ下も雨降ってるんだ。